するかしないか今のうち言っといた方がいいですよ。ほら、ああ、ジンガスね、頑張りましょうね。映える写真ちょっと撮っといてよ、せっかくだから。ジンガー2人組っつって、てめえお前よ、おい、おい、死んだな。はっちゃん引きすぎだな。引いてるね。もう引きませんよ、ね、今までの分が全部、うん、釣ります。もう引けない。ほら、引いたな。クルーメイトだ。引いてます。引いてんな。引いてないです。引いてるね。クルーメイトです。釣り引いてるやん。ああ。やればブル。なんでずっとこんな。飛んでってる、飛んでってる。あら。何枚だ、何枚だ。何枚だ、何枚だ、何枚だ。みおちゃんは白。川にいましたけどね、はたら。ね、ニセペンさんも下も白だよ。斧が飛んできたんですよ、メインホール側からシャワーに向かって。それを一緒にニセペンさんと目撃して、メイ様と。はい。シャワーメインの入り口でハテナが死んでましたわね。金庫タヌキ。金庫タヌキ。金庫金庫タヌキ。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 せいですわ。なんでそんな早口で言ってるんですか。ねえ、自信がないからでしょうかね。金庫タヌキです。タミッチ。こいつ。いやいや、まあ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 、ほら、みんなも一情報言わないとね。メインホールの真ん中らへんにあの液体あったよ。ああ、じゃあ殺されまくってるんだ、メインで。うん。ああ、惨殺事件だ。で、そう、ハテナさんの肉も見てて。あ、じゃあ固まってんのか、そこら辺で。そう。これ状況保存しとかないとなと思って。状況保存。状況保存。大事。さすがに必要ですね。線がね。物語。観察員の方いらっしゃる。しようと思ったんだけど、なんかレポートされちゃったんで。あら。あら。あらあらあら。てっきり武雄さんがやっったのかと思ってました。なんかメイン以外でこう固まって白取り合える人は誰かいますか。展望デッキでトレインオシオンが固まってました、うん、なるほど。タワーの上側で猫好きニセペンで、メイ様だけ最後降りて死体発見ですね。斧、はい、が飛んでた時はいた、メイ様もいた。あ、まあメタル強固か。私はあの武雄さんとエンジンルームですれ違って今コックピットにいるんですけど、湧いた時にも武雄さんと一緒で、そのまま私メインの方に行ってないのは見てもらえてるかな。行ってはないね。何してたっけ。え、嘘でしょ。あらー、怪しい。メタルさん怪しいな。何してたっけ。やばいって。何してたか分かんなくなったらもう何も分かんない。じゃあこっちも逆に白いね。あ、逆に白い使っていこう。お、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いっす。大きいねえ。なあ、そんなことある。ねえ、ニセペンさん人外でしょ。協力してあげてもいいですよ。違う大丈夫大丈夫、僕も人外だからね。よかったよかった。うん、ニセペンさん、あんた人外でしょ、はいはい、どう考えても協力してあげます。人外なんですか。うん、協力するかしないか今のうち言っといた方がいいですよ。ほらほら、ああ、うちが死にか死にか。頑張りましょうね。パパラッチかな。パパラッチかな。そうそう、パパラッチ。頑張ってくださいね。もう一回撮ってきます、もう一回撮ってきます。頑張って頑張って。え、バブケーキさんなんすか。え、ちょっと待って、じゃあちょっと、ちょっとあの、映える写真ちょっと撮っといてよ、せっかくだから。人外二人組っつって。確かに。撮っといて。オッケーオッケーオッケー。ニセペンさん入んなくていいんじゃない。入んないから、二人だけで。さあ、どうぞ。行きまーす。ここでいい。3、2、1、パシャ。はい、取れた取れた、いいのいいのいいの。てめえほれ、てめえお前よ、おい。死んだな。ああ、
いうのがいっちゃおもろいから、うん、ああいうのがいっちゃおもろい。ここで死んでます。どこ？ネクロマンサー。あーそこ、あえあれ写真が、いい写真やな。デートしてる、デートしてる。これさすがにはっちゃんじゃないですか。あれちょっと待って、あれ、うわやばい、2枚消す。今一瞬、いや一瞬だったな今。私となんだ、下の写真見れないのこれ。この一瞬、ピョッコ、トレイン、およよ、ミオちゃんもいて、タケオさんもいたと思うんですのよね。俺とバブルが2で、メタルちゃん後からやってきて、もう一枚が3枚、ね、これメインの一番左の部屋に斧が刺さってて、で近くに肉があって、そっち側から来る2人組とすれ違ったんだよね。ほう怪しいな。あれバブケニーセペンじゃなかったっけ。怪しいな。でもその辺の時間帯ってめちゃくちゃ来てませんでした、いろんな人が。いや多分僕らも通ったけど見てないから。写真で言えば竹尾さんっぽいですけどね。写真はそうか、うん、俺の写真めちゃくちゃ僕かはっちゃんのどっちかがパパラッチで、多分そっちの後ろの3枚の誰かがパパラッチ。めちゃくちゃ映えてるわ俺、すごくないこれ。あ、じゃあこの写真が多分僕かはっちゃんがパパラッチだから。そこと、そのメイン側は分かんないし、その3人のうちの誰かじゃないですか。いや3人のうちじゃないんです、その時5人ぐらいで、うん、やばい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 ってなるから逃げてるって感じのところ。その5人の中にパパラッチいるぜ。竹雄さんがずっと私とみおちゃんとかの、確かにずっとなんか感じはずっとなんか、まあそれはアミエトルですから。あらー、押し出しない。サイン書いてあげましょうね。ちゃんと青色と青オレンジのペンライト持ってきてね、なんかね、ですわね。でバブケ、あっ余裕だわ。ふぅ、まあまあまあ、もう慣れたもんですね。慣れたもんですね、もう。慣れたもん、怖っ。やってますわ、これ。一旦リアクターでも行ってきます。まあいいね。あっぽちー。まあ、ちょっと、ニセペンさんを散々踊らせといて、まあそうですね、もちろんですよ。うん、イビゲでパーンっていうのはちょっとやりたいんで。最後に行っちゃうイメージだから。だから逆に固まって写真撮らせるか。あ、やっぱりなんか、ハッチャンとバブルが上で慣れたもんですね、みたいな会話してて、あ、いやまあ僕はバブル、ハッチャンバブル悪いやつだと思います。まあ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 、ほらほらほら言ったじゃん。逃げなきゃ。ニセペンさん今キルしませんでした。当たるじゃないですか、言わんちゃん。ニセペンさんキルしませんでした。いやあれか、ミオさんが弾けたから多分メイ様のオブセッションか。あーあら、ネゾーが、あら、やば、これこれどうなってる。これ絶対はっちゃんじゃないですか、パパラッチさっきも映ってたし。いや違う、俺じゃないって。バブルだろ絶対これ。絶対はっちゃん、絶対バブルだよこれ。いやこれ多分パパラッチ釣らないと負ける。いやパパラッチ釣らないと負けるなこれ。はっちゃんです。いやバブルケーキです。トレイさん、京子さん、ニセペンさん信じて、これバブルケーキです。はっちゃんに入れます。ちょっと待って、どっちこれ。つまりいやもうはっちゃんじゃないですか、さすがに。絶対バブルだって。はっちゃんですよ、もうこんな。何ニセペンさん俺だって言うの。いやわからないな、でもだね、わからないです。いや バブルケーキなんて絶対これ。ニセペンさんはどっちだと思います。わからないな。でも竹尾さんのさ、遺言だとさ、ニセペンさんとバブケがキルしてる人なんでしょ、うん、きっとでしょ。あ、ほなはっちゃんじゃないですか、じゃあもう。ニセペンさんそう思うの。いや、わからない。わからない。優しさはでも感じるな、なんかな。それぞれの。それぞれの。それぞれの。なんていうか。じゃあ結論誰がパパラッチなんですか。誰がパパラッチ。まあでも優しさを感じる。いやパパラッチははっちゃんでしょって。インポスターがバブケニセペンでしょって。あ、じゃあ終わりじゃん。ああ終わりかこれ。やっておしまい。やっちゃおっぱっ。あっちゃん。いや、そっちやろ。そうか、終わった。ケンさん利用されてますよ。利用された。利用された。いやいい写真でしたね。いい写真でしたね。悔しい。かなりいい写真でした。かなりいい写真です。泳がされてた。勝った挙句にツーショットまでね、写真撮ってもらったんで。ツーショットまで撮ってもらった。やばそうだ。天上天月なく花火
するマジはするマジはするマジ。わー